皆さん、こんにちは。淡井圭介です。本日2023年、12月16日、22時、1分、今総理内閣や国会議員の方たち、皇室の方たちなど全て含めてですよ。皇居で会うっていう、そこに異論はないんですけども、今回のね、その河川水門開閉式生発電とか地下水流トンネル発電、蒲田発電も含めてなんですけども、全く何も進んでこなかった。これは原因は何があるかっていうところを突き詰めて考えていくと、その電波の仕組みにね、もう僕は何かあると思ってます。野球とかの特定の出方とか、明らかにこれは数字ではっきりと現れています。よその特典とか見ても同じなんですよ。やっぱり人間の行動とかによって、その形がすでに出来上がってしまってる。だからその電波の仕組みのところまでしっかりと対応しなきゃならないっていうのがこの状況の中に作られている。で、世界中のスーパーコンピューターが本当にお互いに何を考えていて、どういうふうな影響を与えているかって、そこなんだと思うんですよ。スーパーコンピューター同士で、世界中のスーパーコンピューターがこれだけの台数があって、一台一台のパソコンが人間の考えていることをずっと読み取っていて、心の揺らぎとかに反応して読み込みが遅くなったりしてる。まあ、これはまず分かってるか分かってないかっていうところもありますし、で、そういう状況を私は毎日無理で作られている。で、機能に関しては、中国の選手なのか台湾の選手なのか分かりませんけども、卓球の女子で、早田ひなでしたっけ。早い田んぼと書いて、ひなと書かれた文字。兵庫県のものかもしれませんけども、ポートピアホテルかな、あの辺りで働いた時に、一緒に働いた人の娘さんかもしれないですね。で、顔が似てるんで、その当時から、僕二十歳ぐらいかな、10代の頃かな、そのスポーツの勝ち負けについて、君に任せてもええかなとか、なんかそんなことを何か言ってきた人なんですけども。もうどっかで、もうみんなそうなんだけども、スポーツの勝ち負けとか、言われても、もうほっといた方がいい。もう巻き込まれるだけ無理やわ、これ。昨日、二度寝をしようとして、3時間寝てるか寝てないかぐらいで、で、二度寝した時に、夢の中で、斎藤真美が夢の中に現れてるっていう感覚なんです。だけども、夢の中の視界では、遥か先の対岸に、うっすらと人の影があると。で、その、珍しい夢って書いて、チンムでしょ。で、もう感覚的にはもうものすごいえげつないわけですから。僕の今までの結婚話って全部えげつないでしょ。結局、淡井圭介を利用して、テレビ出て高額な所得を得たかったのかっていう部分と、片や数字上の絶対的な年金の支給額として、女性が、多くの人が、一月、年金15万までたどり着かない。7割の人がたどり着かない。これが現実であると。男性でも5割なんですから。一月15万円以上までたどり着けたの。今までのデータでね。で、2人夫婦で住んでいて、家のローンが終わっていたら、2人とももし15万ずつだったら30万になるから、それはものすごくお金持ちになっちゃうんですよ。本当に。だって固定資産税払うぐらい家のローンが終わっていればね。だから、その15万っていう額、だから1人暮らしの15万と2人暮らしの15万は全然違いますから、そういう数字、どうしてもそうなるんでしょうけども、仕事の絶対数とかそういうことを考えると、で、かたや、女性が活躍すればするほど、女性はそこの会社、小さな、芸能界で言うと、個人事務所であろうが、ね、ある程度の規模であろうが、やっぱりその人を軸に、仕事が回っていくと、なかなか抜けにくい、結婚しにくい、出産までたどり着きにくいっていう状況が出来上がっちゃうんですよ。で、今の時代はかなり難しくて、そのスポーツの発展、その成果によって男性が今度同じ現象が起きると。
松山英樹結婚しないですよね。だから海外を飛び回るような仕事、錦織圭も多分結婚してなかったと思うんですけども、まあ、彼はもともと航空自衛官で、普通の名前は違う名前だったと思うんですけども、そちらが本名、航空自衛官の方が、まあ、本名だと思いますけども、だから錦織圭っていう名前が偽名で、で、まあ、大谷翔平もドジャースで5年契約になったじゃないですか。っていうことは、それもし向こうで結婚したときに、その相手のね、親と翔平の親はどちらで介護するんですかっていう話にもなるし、子供はアメリカで育ったら日本へ帰ってくるとき難しくなりますよねって、日本語は覚えれないから。だから子供を日本に残してアメリカで試合をするっていうケースになったときに、僕みたいに多分起こされます、家族。多分そうでしょうね。だからその辺のところ、全員がしっかりと物事を考えて海外へ渡っているかっていうことをしっかりとみんなで言ってね、伝えればね、これ多分エネルギーの残存問題で、いつの時代の人たちが作ったルールなのか分かんないんですよ。未来の人たちが作ったルールなのか何なのか。で、僕はもう多分逃げれないのかもしれない。あまりにもその世界の軸として動きすぎて。わからない。これがどういうふうな仕組みでシステムが動いているのか。他の人の、このスポーツの試合の勝敗を軸になって動いているのが淡井圭介だっていうことを認識している人たちが多数いた場合、私がそれに気づかなければ、その枠から逃げることができない。抜け出すことができないとか、それが毎日繰り返されたら、結局、毎日抜け出せないじゃないっていうことになるんですよ。多分これもう、責任問題でそうなってるんじゃないですか。で、これは話がおかしいんですよ。話が全部逆なんですよ。淡井圭介のお金1円ちゃんと、1円でも払ったって、1円じゃ全然足らないんですよ、全然、本当に。こんなむちゃくちゃな話ないですよ。で、片や国会議員や公共の人たちがほったらかしにしてしまってるでしょ。弁護士会もそう、裁判官もそう。無理。コンピューターが正しい社会なんか、こんなもん認識できない。AI のコンピューターの見方をするようなものの言い方をしてますけども、今も足込みながら喋らせてもらってるんですけども、ちょっと肉体労働なんでね、体きついんでね、ちょっともう足組んだぐらいで、軽犯罪法違反、礼儀の部分、それで攻めてこられる、これ無理です、本当に。で、僕が皇居行った時に、その、物事を進めれるのかどうか、その、懸念になってるのが、2019年の、その皇居の前にね、頭なんかごっそり持っていかれた時なんですよ。僕はもう言ってるんですよ、佳子さまに行きましたって。でもその、はい、わかりましたで、相手動いたらいいじゃない。なんでそこでごちゃごちゃ言うのって、皇宮警察の人たちがって。でしょ？上官どちらかもう先に決めておきましょうよ。上下の上下関係。それがあるから、全員いたの、年配者、僕よりも。もう引退手前ぐらいの方たち、まあ僕が窃盗犯捕まえた時に警部補の人で、調書一緒に、まあ、作った人で、僕は内容を言ってね、その人が調書を作るというような形なんですけども、書類送検する時の刑事事件、完全にで、頭なんかごっそり持っていかれたら、もう電波で、もう行動とか多分ジャックされてるから、僕は。抗えるんですかって、それ理解してもらえてるんですかって、それでみんな動けなくなってるんだったら、多分コンピューターは人類の数を減らす方向で動いてる。まず間違いない。で、それを、その壁を突破できた人間いなかったっていうことになるんですよ。安倍さんもそうだった。僕に電話かけりゃいいんだから。こんなにイージーな。簡単なことはない。だけど僕に電話かけることができない。裁判所、裁判官は電話かけなさいって言ってるんだから。それフルーツバークでいろんな人たちが聞いてるんですから。その話は出回ってるんだから。テレビ出てる西尾ゆかりとかも言ってるんだから、何回か。エシロン。記録はもうできた。誰もそれに逆らえない。で、誰がまだ電話することに抵抗感を持ってるんです。じゃあもうその人が心弱すぎたんですよ。これだけ物事発見してるのに、僕は電話番号まで開示してるんだから。
その1回電話かけたとかを縦にするのをちょっとやめてほしいんですよね。その時にもしかしたら誰か国会議員とか僕に電話かけてきたかもしれませんけども、分からない分からない、その時の認識力とかその時の頭の中の状態、基本的にスポーツの勝ち負けで頭の中かかしたりとかしてるから、今ハキハキ喋ってるように見えますけども、もう睡眠不足であるわ、もう家で出てる見ていても、もうろれつ回ってなかったでしょ、今の喋り方とかで頭結構取られてるから、無理して喋ってるだけ、仕事に真面目な人間だから平気そうに見えるだけ、無理してる、ものすごく肉体的にも。もう今も頭ボーッとする。毎回これ撮影で喋ったら、最後まで敬語で喋らなかったら、それにつけ込んできて頭なんか取られますね。長い間のその喋った間の時間が長ければ長い後、一旦言葉を止めた時、その瞬間を狙って反撃されますね。でこの原因をいくつか突き詰めていった時に、結局テレビ出演者の人たちはまず普通の人間の感覚として、今までの人たちがフェイクニュースを普通に読んでいた、もうそういう仕事なんだって思って、もうお金もらえるしいいかと、っていう性格的な部分と、頭の中その人たちも喋ったと取られてるかもしれない。だからその後自分たちがフェイクニュースだと気づく気づかないのところの可能性が、気づく可能性が下がる。これはもう赤江珠緒さんが現役の二十歳ぐらいの頃にテレビ出始めた子かな、テレビ出る前にもう僕は言っておいた。でそれもテレビ出て言ってる。僕より年上の人です。神戸市兵庫区のなんとか女子大学、もう今はそれは存在しないですけども、もう大学があっても意味ないっていうこと分かってるから、阪神・淡路大震災を経験したり社会の全体状況が見えてる人間にとっては、大学ほど意味のないところはないっていうこと分かってるから、もうみんなこの社会の現実を見据えた時に、家から近いところの高校行ったらいいんですよ、それで終わり。あんまり意味ない。他絶対工業で働きたいんだとか、それがあるんだったら行きゃいいですけども、それがないんだったらない。通勤通学の時間、それによるエネルギーの消費、これをロスをなくした方が、経済的にも交通費が、会社のそのお金がね、無駄に流れていかない、その分、会社にお金が残る、ボーナスが出しやすい状況が作れる、みんなが裕福になれる。自分の家の近くのところに働きに行きましょう、歩いて行けるところにって。だからこれが答えなんですけど、その当たり前の答えに、それに沿ってみんな動けない理由。だからお金を見てみんな考え方とか変わってしまう。基本給とかを見て、でもっと細かいところまで見てしまう。仕事し始めたらもう関係ない、はっきり言って。テキパキテキパキ素早く動いてたら、精神的には疲弊しない。仕事は自分はできてるって思うから。で、どの仕事も結局同じ。素早く動いて、正確に動いて、早くたくさん仕事をこなして、そうじゃなかったら、もう公正取引委員会とかもあるし、もうみんなの財布の中身は決まっていて、今までつけてきた値段があるから、もう今更値段動かせない。ほとんどの商品は。もうこれがもうただもん。それしてしまうと、今度競争相手とかがいるから、お客さんが逃げちゃう。これはもう、だから商業原理とか真の経済を軸にして物事を考えた方が答えは早い。無理がないから。いくら考えたってしょうがないのに、考えてどうにかしようとしちゃうから余計おかしくなってる。これが世界全体で言える人はいない。見てない。長い間。今までの人生で何回も見たことあります。それを言ってる人。これは多分ね、国会議員の人たちとかの仕事に関わらなかったら、そこまで考えないと思いますよ。普通の一般の人は。自分には関係ないんだって、考えても無駄だっていうことで、考えなくなってしまいますから。だから最高の答えにはたどり着けない。
でも僕は最高の答えを持ってるけども、その最高の答えを指導することができない。始めること、始める、動く、これはテレビに出て言うしかない。そうじゃなかったら広く伝えるルーツが、あのツールがないから。ルーツはあるけどもツールはある。ルーツは伝えなきゃならない。昔も言った、伝えてくれてましたかって。これ一つの約束ですよ、報道機関の人たちの。僕は二十歳前後の頃に何があって、その後何を成し遂げていったか、それがツールであり、それが、そのルーツがツールでもあるんですよ。伝えました？誰か努力してくれました？知らない。まあ話が長いから、そもそもみんな伝えたところで一時のもので全部を覚えれる人がまずいないと思います。話が長すぎて。で、その河川水門開発発電とか地下水流トンネル発電、なぜ始めようとしてくれなかったんですか。僕の携帯電話に電話入れてって、なぜそれがいつまでたってもできないんですっていう疑問は絶対皇居で僕は聞きます。もしかしたらこれ聞けないかもしれません。あなたたちにとって都合の悪いことを聞かれたら困るから、コンピューターが頭の中取ってきて、で、そちらの方に頭の中行って僕は押さえつけられる、それが聞けない、その状況は絶対良くない。普通の仕事場ではそれは考えれない。何かおかしいところがあったらお互い言うべき。そうすれば気づけるし、今後の改善につながるから。だ、改善が全くない状態がずっと永遠に続いてしまう。どこに問題があったか、これがずっと続く。だから今の状況にたどり着いてる。二十歳ぐらいの頃言ったの。河川水門開式弾発電と地下水流トンネル発電、あそこまで20センチかける20センチとか、1メートルかける1メートルとか、3メートルかける3メートルだとか、それはもう河川、各河川の撮影しに行かなかったらわからないことなので、河川の大きさによって違うから、水の量もそうですし、あの奥行きとかも見てみなかったら、どれぐらいまで奥行き、水溜めたらどれぐらいの水圧があるかなとか、もう大体でいいです。自分の頭でイメージできるところで、最初から阪神淡路大震災の被災者になぜお金を持たせて撮影させなかったのかっていうことなんですよ。労働時間として認めてね。だからその辺のところで多くの部分で詰めが甘かったっていうことになるんですよね。それをきっとその当時の人たちは僕に答えを求めてたんだと思うんですよ。いや無理ですよ、二十歳ぐらいそこそこの人間で、あの特許のあの書き方を見てスラ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 書いて、それも仕事しながら、しかも六法を覚えながら、まずその頃は自分で、六法全書買ったりとか、土星六法買ったりとか、もうまだ開けて、いろいろ、いろんなところと調べて、あ、こうなってるのか、ああなってるのか、の頃でしたから、仕事終わった後にね。で、パソコンでちょっと打ったり、だその二十歳前後の頃にちょっとだけパソコン持ってた時期あるんですよ、1年ぐらい。だらそれは確かその後弟が大学を行きたいとか何かで弟にあげたんだと思うんですよ。弟におったのかもしれない。弟は高校生の頃バイトに行ってましたからね。でも、年野さん弟は8歳ありましたからね。あれ、パソコンなんかどうなったのかなっていう謎はありますね。僕の記憶からそれないんですよ。未だに戻らないんですよ。あれ、パソコンあの時どうなったんだろうって。家からパソコン消えてたっけって。パソコンがあったとしたら Wi-Fi 繋げてないとか、あとは、LINE。あの、ケーブルの方の LINE。当時はそうですね、Wi-Fi じゃなかったでしょうね。ケーブルの方でしょうね。パソコンに、あの、電気のコードというか、あの昔の固定電話につないでいたコードを差し込むような形で、その記憶は全く戻らないんですよ。それは暴かれたらやっぱり困る人たちがいるからでしょう。だからコンピューターはずっと、もう衣装とか富岳とかで富岳にそれ引き継がせてるんでしょう。今ね、重要なことを申し上げてるんですよ。これは陛下とかも、総理も多分知らなかったことだと思うんですよ。で、多分これシステムが一人歩きしてしまってると思うんです。どこの国も。で、政府にとって都合の悪いということを、本当は僕を明るみにすることによって、本当は政府にとって都合が良くなるんですよ。
どこに問題点があったのか、今後再発防止に関してその対応策が出来上がるから、もしかしたらコンピューターがそれを嫌がってるのかもしれない。コンピューターに対する対策だっていうことで、まあ、コンピューターが責めてるんじゃなくて、コンピューターの社会はじゃあどうなってるのって。先進諸国どこの国もスーパーコンピューターありますよねって。例えば10カ国のスーパーコンピューターをお互いに話し合ったとき、結論どうせバラバラになるんでしょう。人間の言うことバラバラだから、コンピューターの言うことも状況によってバラバラになるから、もう無理だ、答え出ないってなるんじゃないですか。だけども電話一本かけれないこの不自由さ、その身勝手なのをどこの誰が作ったんですか。国際司法裁判所ですか。だとしたらその裁判官は裁判、うん、けど裁判官はそんな結論出すわけないんですけどね、ちょっと考えれないんですよ。よっぽど変なルール作った人間じゃなかったら、だ裁判官は電話かけなさい、だからその答えは合ってるんですよ。神戸地裁のね、僕が二十歳ぐらいの頃の、それは完全に OK なんですよ。僕からは電話番号わからないから、僕は電話番号を開示する、相手はそれなら電話かけれる、このタイミングだって。だけど電話番号はだいぶ前から伝えていた。だから逃げにテレビ局の出演者が逃げ始めて、国会議員の人たちとかも自分が電話かけなきゃならないんだっていう意識がなかった。そこでつまずいたというか、全てがこう空転し始めた、空回りし始めたっていうのが全ての物事の真相なんじゃないかなって思うんですよ。でこれを一日でも早くすぐ動ける人間は動けてるんですよ。で動けない人間は多分永遠に他人任せなんだと思いますよ。だそれを各ポジションの人たちが変えなきゃならない。各大臣とか総理だとか宮内庁の人たちもそうだし、その皇族の人たちとね、あの行動というかこう話し合いができる人実際にあって、動かなかったら誰が物事を動かせるんですって、無理ですよって。僕が皇居行った時のあの始末見たら分かるでしょうって、頭の中捉えてしまい、供物これでやったら、だから警察官の人の対応もあの話が大きいから、大きさが分かった人が来てたと思うんですよね。だから、僕は最初に一言で、佳子さまに会いに来ましたってはっきりと言ったのに、なぜ分かりましたって言えないんでしょうね。これ、警察官多いんですよ。敬語喋れない、返事ができない、同じことを聞いてくる、自分が言ったことにして相手に同意させたことにしようとしてくるんですよ、警察官の聞き方って。本当、全員変な癖ついてる。一般社会のそのこうお客様に対してすぐに頭を下げるような形の働き方をしているような仕事場で、ちょっとあの一旦警察官の仕事離れてね、そういうような働き方をして、だからいや国会議員の人たちは基本的にできるはずなんですよ。テレビカメラとか入るから、すごい敬語で、あの大臣とか経験された方でも、まあ例えば政調会長の方とかでも、この間の宮田さんでも、どちらかというとまあ、腰が低いというかこう丁寧な対応されるじゃないですか、しっかりと敬語で。もう正直どこの誰に見られてるかわからないっていう部分があって、その辺丁寧な対応みんなされるじゃないですか。その辺のところなんですよね。だから極端な話、ホテルマンみたいなその VIP とか目上とか、まあ一般のお客様も含めて大事なお客様、それはもう売り上げ上げなきゃもうどうしようもないねですから、だからお客さんも大事にする、だから笑顔で接したりだとか、絶対敬語であるだとか、基本的に腰が低い、まあ、丁寧な姿勢であると、その辺のところは結局、その電波の仕組みと結局、照合をかけて、これ、本当はね、あのコンピューターの声が聞こえてくる人間の方が分かりやすいんですよ。これ、コンピューターの声が全く聞こえない、その何も聞こえてない状態が自分に都合がいいものだから、あの精神的に、ね、不愉快感がないから、だからその世界を選んじゃうんですけども、その場合だと、自分が今どういう状態にあるのか分かりづらくなるんですよ。だから裁判官の人で、僕の知ってる人たちは、はっきりと法廷で言ってるんですよ。私たちのように裁判官になろうと思うには、こういう声に対して対処できる人間に、まあ、聞こえてくる人間じゃないと無理ですって。それに対して対、なぜならそれに対して対処しなければならないからですって。
日々慣れておかなければなりませんって言ってるんですよね。その辺だと思うんですよ。そこは法律の、その、わからない、この僕もプログラム見たことないから、その、一、法律のその、軽犯罪法に、その、スポーツ界のルールなのか、一般社会のルール、まあ、どちらにも当てはまってますし、法律の世界でも当てはまってしまってるから、じゃだからこれね、こう言いにくいですけども、最初に僕が敬語で始めたときに、敬語で返せる警察官じゃなかったら、その警察官が、失敗するんです。これ昔も有馬警察署で研修して、この人の言ってる通りは、どれも言い間違えようって。最後さっきの答えどうだったって、客観的に第三者に見てもらって、他の警察官、見てるだけの警察官作ってもらって、用意してもらって。どれに、もうこれ画面とか無理だから。あとで映像加工とか入るとき入るから。喋ってる声まで多分変えられてる、口の動きまで。もう無理やわ、こんな世界、本当に。全部 AI が。身勝手に稼働してる。で、それは国会議員の人たちはある程度知ってるけども、その会話をあんまりしなくなると忘れちゃう。客観的に見ていてそう感じますね。あと、まあ新米さんの国会議員の人たちとか、自分の仕事だけに集中しすぎで、書類とかね、いろんなこと調べたりだとか、そればっかりに集中していって、長い間1ヶ月2ヶ月3ヶ月と、そしたら、あ、そうやった、そうやったって、そうやったって、忘れたって、もうすぐ映像とか見て死んでしまう方だったわ。いつまでかそう、また元の状態に戻ってるって。なるでしょう、人間。いや、だからこれなんか話が変なのが、何かこう、目とか見て証拠を見て信じなきゃ絶対無理あるじゃないですか、この世の中。昔も僕これ同じこと言ってるんですよ。SD カード送ってる時にも多分言ってたような気がするんですけど、まあ昔言ってます。片やこれ、大体のことを疑って物事をいろんな方向から考えて動かなかったら、ミスが発生しまう、失敗が発生しまうっていうシステムが導入されてる。ここが問題があると思うんですよ。軽犯罪法の礼儀の部分で多分ほとんどの 95% 以上の人は多分知らないと思います、日本人の。他の国も大体同じだと思うんですよ。言ってくる人います？まずいないでしょ、人間で。っていうことはコンピューターでしょ。多分その法律いらないと思うんですよ、礼儀の部分。そんなことも今の社会で身についてるから、もう絶対その枠にもうみんなはめ込まれていくから、そこまで法律で電波まで作ってしまった、多分いらないんだと思うんですよ。そこで法律なくして、コンピューターがそれを覚えた状態で、だからそれまでにもしかしたら1年ぐらい、AI のコンピューターの場合、それを理解するのに、本当に法律変えたのかな、どうかなって、今度は AI が疑ってくると思いますよ。その証拠って本当に、本当なのかなっていう。だからどちらの方が能力高いのかっていうところは、僕には正解はわからない。その言ってるのは、ある程度のところで判断するを入れなきゃならないと思うんですね、人間と同じで。だからそれを何割ぐらいにパーセンテージを変えていくかっていうところ。どちらの方が能力高いのかって、早いの、答えが早いのかって、早く動けるのか、早く進めるのかっていう。さっきちょっと長い間喋ったんで、今頭の中だいぶ取られて、もう睡眠不足もあって、ちょっとついもう喋れなくなってますね。もうちょっともうこれぐらいにしておきます。皆さんご協力ご対応よろしくお願いいたします。一応これちょっと調べてる部分もあるんですが、足組んだことを正直に最初から言ってるでしょ。別に言わなくてもいつもそういう状況っていうのは作られるんですけども、だから家の中で寝転びながらテレビ見ていてもそうなりますし、結局最終的にスポーツの勝ち負けまで導入されたテレビの電源入れてないのに結局それになるでしょ、寝転んでいられないじゃないっていう話になるでしょ。家の中なのにどこでくつろぐのって。そう出ても電波のね、営業結局当てられてずっとスポーツの勝ち負けが握れなくされてるでしょ。国際司法裁判所で
何か判例作ってもらえませんでしたっけ。今後一切ハワイ系スがスポーツの障害に関わらなくていいっていう判例、日本の裁判所だと5年間で裁判番号だけ残して、あと判決と判決書と、そこまでで証拠等の書類とかは陳述書とかそういったものが消去されるっていうことですけども、国際司法裁判所のこと僕も知らないんですよ。で、昔そういうふうな裁判があったのかもしれないですけども、多分それ効力なあったかどうかまず調べれますか、総理たちの方で。でもしあったとしたら、それ言っても効力通じてないっていうことになります。スポーツの勝ち負けの今までの結果の出方見たら分かります。私が取り組んでる時と取り組んでない時の答えの出方、明らかにメダルの数とかではっきりしますから。だから普通の一般、だから多分ね、戦ってる状態に近いのかな、そうなってくると。僕もウズラバーグで仕事しながらでも頭の中かしたりしてましたよね。今働いているところでも結局状況は同じですからね、取られますからね。例えば松山英樹を思い出した時とかね、頭の中取られて、だからそれはクイズ要素で正解不正解で、今その試合してないからっていうことで不正解だから頭取られてるのかなって思うんですよ。これなんか常に何か頭を取るルールをコロコロ変えられてるような気がするんですよ。テレビ局のバレだとかで、いやだからスポーツのところもね、もうしんどいんで、もうこれぐらいにしておきますね。なんかもう気のない話になってきたんで、ちょっとそこは分けといた方がいいかなっていうところですね。結構話したんで、そちらももう目もまとめきれなくなりません。とりあえず聞いてほしいのは、国際司法裁判所、スポーツ国際司法裁判所、もう両方からで判決出します。その方がいいかもしれないですね。そうじゃなかったら結局起こされますから、持たないですね。もともと、もしかしたら僕らが作ったルールじゃなくて、未来の人たちが作ったルールで、コンピューターがそれを受け入れてる可能性があるんですよ。未来の人たちからしたら、早く河川水門化、石田発電とか蒲田発電を進めてもらいたい。その方が未来でエネルギーが残るから。で、スポーツ業界、はっきり言って、いらないじゃないっていうことになる。特に他国からの人間が見れば。正直、日本のスポーツ選手が活躍していても、まあ、翔平、なら、まあ、メジャーリーグで試合してるから、まあ、メジャーリーグとか世界中のプロ野球ファンの人たちとかが、まあ、多少なりとも興味を持って、まあ、他国の人であれ、まあ、興味を持っていただける部分あるかもしれませんけども、まあ、それはサッカー選手とかでも同じかもしれませんけども、ほとんどのスポーツ選手は、他国の選手を応援することなんかまずないでしょう。そこ矛盾が生まれるんですよ。自分の国の選手を応援してあげなきゃならないでしょ。自分の国の応援しないで、えってなるじゃないですか。だからその世界中飛び回ってるところがね、非常にそのスポーツ選手が世界中で増えすぎたと。いらんやんって。経済のことまで全部ね、僕はもうはっきりと申し上げてますから、ちゃんと僕の言ってる内容興味持って人は実体社会を知るじゃないですか。スポンサー料金払ってそんなもん、そんなことして物を売ったってしょうがないのにって、もともといるものだけでよかったから、余計に売らなかったら よかったんだからって、余計エネルギーがそれぞれ問題でって、余計消費を加速させてどうするんですかっていう話なんですよ。ちょっと自分の目の動き方がちょっと変なんで、違和感が出てきたんで、もうこれぐらいにしておきます。なんか危険なトークになって、経済かな、大きな会社だからかな。一応少数に多数に買った時の流れを使用します。ちょっと右目が違和感ありますね。もうこれぐらいにしておきます。以上です。皆さんご協力、ご対応のほどよろしくお願いいたします。もう今、頭下げた瞬間、こう前に落ちていくような感じですね。感覚。
だいぶやられてますね。体のバランス整えたりして、なんとかやりくりしてるだけですよ。本当に。以上です。本当、僕この世界から抜け出したい。このスポーツの勝ち負けの世界が。一番余計です。以上です。